こんにちは。五 S. 経営研究所の山田です。今日は五 S. というものが決して特別なものではなく。考え方次第で、こんなにも違うんだということを一緒に学んでいきます。今日もお疲れ様。リラックスしてもう一頑張り。今回のテーマは五 S. です。 大企業はもちろんのこと、中小企業でも 5S への関心は高まっていますが、5S というと、掃除の話と思われる人が大半のように感じます。また、5S は当たり前のことであり、そんなことをいちいち時間をかけてやる余裕もなければ、必要もないと、大企業がやる活動だと、そういうふうに思われていませんか。確かに、汚い会社よりも綺麗な会社の方が良いのはわかりますが、 お客様からの厳しい納期や品質を守るためにはそんなことは言ってられないなどと思われているのではないでしょうか今日は 5S が特別のものではなく考え方次第でこんなにも違うということを一緒に学んでいきたいと思いますこのフリップは 5S の意味とそれぞれの手をつける項目を示しています 5S の目指すものは働きやすい職場づくりで 会社の利益を上げるための基本ですそして 5S の目的は職場の六大任務と言われている Q C、C、D、S、M、E 品質、コスト、納期、安全性、やる気向上省エネなどの環境への配慮の達成ですこれをしないと お客様のいろいろなご要望を満足させながら会社として収益を上げることは非常に難しくなってしまいます皆さんの職場で綺麗にしたけれどなぜか仕事がやりにくいそういうようなことはありませんか仕事がやりやすくなってその上職場も綺麗になったという正しい 5S を今すぐ実践しようではありませんか 5S を取り組むステップとして進化させることが必要です 5S の対象は物だけではありません最終的に緻密な生産管理を行うことが求められます 5S を行うとき大抵の人が掃除をすることという気持ちからゴミの話と思ってしまい対象をゴミすなわち物と捉えてしまうものです確かに綺麗な職場を作るのにゴミの除去すなわち掃除から入りますが 仕事上のゴミ、すなわち不良品、撲滅へと範囲を広げていくことも大事な考え方です。5S を安全、物、機械、情報、仕事、賃金と対象を変えていくことが必要です。ここで、5S の進行状況を10点満点で採点します。満点の10点は、仕事の 5S ができている姿で、 仕事に優先順位をつけて誰が何をいつまでにどうする今どうなっているということがいつでも誰にでもわかるようになった状態です賃金の 5S は努力をした人が認められて正しく評価される組織にしようということで掲げてありますが賃金制度の改革まで求めているのではなく 提案制度などで、どんなことでも改善しようという気持ちを組んであげようということで。十点満点の採点の欄外です。努力目標といったところです。このように安全ができていなければ。どんなに綺麗な職場でも、零点です。まずは安心して働ける職場を作りましょう。とりあえず、事故が起きにくくなった職場は一点となりますが。 決してこれで事故は皆無だということはありませんまた卒業などと思わないようにしてください絶えずどこかに危険が潜んでいるという気持ちで接してくださいさあこれから本題の 5S に入りますが 5S は特別の人が行う活動ではなく 会社にいる人すべてが対象ですそしてどこから始めるかというと各自自分が日常大半過ごす場所から行います手を伸ばして届くところここが一等地でまずそこから始めますそしてこの図のように一等地二等地三等地と自分の周りを区分けします一等地は今 使うものを置きます大きく体を動かさずに手を伸ばして届く位置で一番生産性が高いところです二等値はその外側で前の今使ったものすなわち完成品になります反対側には次の今使うもので未加工品になります三等値はその外側で普通倉庫があるところです 今までの一般に行われている語 S はこここの「三等地」から始めるので労力ばかりがかかって意味がない結果となっています。それでは物の語のの S の時にはこの定義ですが機械の語 S の時はここを機械に情報の語 S の時にはここを情報に変えてください。定義はそれで全てに賄えます。 例えば「整頓」「ワンベスト」で事例として机の上に黒のボールペンが何本もあり使えるものはそのうちの12本ということはありませんかせっかく手にしたボールペンが使えなくて紙に書いて初めて使えないことに気づいてやる気も消失してしまいます。使えるものだけが1本あれば、 すすぐに仕事ができます清掃連絡用の最新版化事例としてお客様から設計変更の依頼があっててっきり最新版だと思って処理をしたそれなのにその後になって変更依頼があったのを知らなかったためにせっかくの努力が水泡と化してしまいました。情報の、OS、という段階ですが 情報のメモの貼り付け場所を決めて変更日時の記録を取り最新版のみに貼り替えるルールでこのような事態は防げますそして成功するためには次の3つの条件を満足させることが必要でですすす正しい知識を持つつここここととと即実行するる活動することこの3つの条件です。 続いてこちらは 5S を成功させる監督者の7か条です。1番目仮のルールを作る2番目全員に押し付ける3番目守れない人を無視しない怒らない叱らない関心を持つ4番目に守れない人に守れない理由を聞いてそして5番目に守れない人にどうしたら守れるか。 修正案を言ってもらう。六番目に一番で買いのルールだったのを修正して、そして七番目全員に押し付けて、でまた三番に戻ってですね、守れない人を無視しない怒らない叱らない関心を持つを繰り返していきます。一番二番は上司からの命令にしないと動いてもらえません。しかしみんなの意見を聞くことが必要ですし。 守らない人がいれば、常に意識して声をかけ、意見を聞く耳を持つことです。三、四、五、ここでは、このようにして。自分たちが、ルールを作っている気持ちにさせながら。再び1番、一番二番に戻って。上司から命令して、全社員に浸透させます。これらを永久に続けながら。ルールも絶えず進化させること。 それれが守れるルールー作りの基本です。そして押し付けから「お」が取れてしつけになりますさて今日は「ご s について学んできましたがいかがでしょうか?「ご s は誰かがやるのを待っているのではなく自分のこことととして、今すすす。ぐ実行することです必ずやればやっただけの効果が出ますし効果が出なければ どこかでやり方が間違っていると言っても過言ではありませんまた自社の状況を考えた上での活動にしてくださいそれを行わないとどこかで歪みが出てしまいますまたこのような簡易チェックシートを使ってみましょう採点の時はあまり意識せずにありのままを見てチェックしてください。落とし入れることが目的ではなく よくすることが目的ですからねいかがでしたか 5S について理解できましたか今日お話した考え方に沿ってチェックシートを用いてぜひ 5S に取り組んでみてくださいお疲れ様でした